んどん屋花のやケイト、そして年の離れた弟だと家と言っております息子の福斗でございます。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今日は懐かしい歌を歌いましょうということで、歌声喫茶風ということでございますけれども、あくまでも歌声喫茶風でございまして、あのロシア民謡とかは出てきませんのでね、そちらの方は期待しないで、あの大阪の古き良き時代の歌を中心に歌っていただきたいと思います。はい、昔の歌は本当にね、歌詞も美しく、ね、詩が綺麗で、メロディーも綺麗で、みんなで歌えた歌がたくさんあって、今のあの新しい J-POP というのはもう英語なのか日本語なのかバンドの名前なのかがわからないというね、さっぱりわからないんですけれども、昔の歌は本当にいいですよね。タイトルからしてすごいんです。なんかね、夜霧よ今夜もありがとう、夜霧にまでお礼を言うんですよね。あとありましたね、挨拶するんです、お月さんこんばんは、お月さんにまで挨拶するんです。そしてさようならも言います。高原の駅をさようなら、ね、タイトルからしてすごいんですけれども、丁寧に丁寧に今日は美しく歌っていきたいと思いますけれども、